燃えれテクスト。午後3時30分、私たちは燃えれ沼に着いた。ピラミッドから見学することになった。私たちはすぐピラミッドの屋上から山の形を見たかったけれども、ピラミッドの上部が邪魔して山の彫刻が見えない。横にはアステカ神殿のような他の山のような彫刻がそびえ立っている。慌てて山の彫刻に直接登ることにした。夕暮れ、すごい速さで暗闇が動いてくる。山を登る間、私はここだ。ここで巨大なダイスを投げる。ここしかないと思いながら、最初のちょうど山の彫刻の角度が変わるところで写真を撮った。サイコロは投げた時にその目が誰にもわからないのと同時に、それがどこで生まれたの、誰が作ったのか全くわからない代物である。歴史的に言って、それが東洋で発明されたものなのか、西洋で発明されたものなのか、それともアステカ文明やインカ文明やアフリカ文明で発明されたものなのか、全くわからないのだ。できるだけ大きなサイコロを燃える沼の山の上から投げてみたい。曽根豊、2019年11月15日、メキシコシティより。